中国国際航空129便墜落事故は2002年4月15日に大韓民国の近海国際空港付近で発生した航空事故である。1991年に撮影された自己起承者の位置を示した座席表中国国際航空129便は2002年4月15日8時37分に北京首都国際空港を離陸し韓国 富山の近海国際空港へ向かっていた。着陸侵入中の11時21分、空港の北西約5キロメートルにある軽傷、南道近海市の丘陵地帯に墜落した。この事故で、乗員11名、乗客155名の合わせて166名のうち、副操縦士及び通信士を含む乗員8名と、乗客120名の合わせて129名が犠牲になり、 中国人機長を含む乗員2名、乗客35名が救助された。生存者が比較的多かったのは機体が山に擦るように墜落したため、後部に着席していた乗客に対して衝撃が弱かったものと推測されている。事故当時、現場付近は厚い雲と濃い霧で視界が悪かった。そのため管制官は事故機に 通常の侵入コースである南側からのアプローチではなく北側からの侵入を指示していた。北側からの侵入経路は旋回と滑走路への侵入を目視に頼るものである上に事故発生時の視界は約 3km しかなかった。なお、乗客の国籍は韓国135名、中国19名、ウズベキスタン1名で乗員は全員が中国人であり、 韓国人乗客の大半は中国旅行から帰国の途についていた団体客であった。この時期韓国では中国ブームであり多くの観光客が事故機に登場していたため大きな衝撃を与えた。韓国政府の航空事故調査委員会は2005年5月に最終報告書を発表し、事故機は悪天候による視界不良の中、滑走路や障害物が視認できないまま、 着陸体制に入ったことや、副操縦士が機長に迅速な旋回を求めるとともに、高度の低下を何度も注意していたことなどが明らかになった。そのため機長の旋回着陸や飛行経験の不足によるパイロットミスが主な事故原因としていた。なお、中国国際航空の北京、不山線は現在でも運航されているが、便名は、 事故機と同じ129便を使用している。2018年4月11日、バンコク発羽田行き大国際航空660便が、羽田への最終侵入時にコースを一時外れたため、中央防波堤埋め立て地の東京臨海風力発電所から 8km 手前で、高度が282フィートまで下がり、風力発電機にあわや激突しかけたインシデントが発生。 この時は着陸をやり直すために上昇したためことなきを得た。129便と同様の旋回着陸や飛行経験の不足によるパイロットミスに加え FMS やアプローチチャートの支援データの不備が重なったために発生したと結論付けられた。ありがとうございます。